だ、どんなやつかわかんねえぞ。おい、聞いてんのか。おい、マスター、なんだこりゃ。モサモサになった。けどまだガードポイントだよ。イメージで自在に独断変形できる。不安定な体だ。慣れない。おめえら、俺で遊んでんじゃねえぞ。なんだと、侍のやつ外へ。はい。ああ、しまった。何が静かだと思ったら、先ほど私が胴体だけの人間を見たと言った時、どの辺で見たのか詳しく聞かれまして、湖の近くで見失ったことを伝えるとそのまま外へ。ナミさんのナイスバディにうつつを抜かし油断してた。サンジさんに不都合でも。動けねえ首だけのあいつを外へ連れ出したのは俺なんだ。おせっかいにもけじめってもんがある。今やつがやられたら俺のせいだ。なるほど。侍とはいえ刀を使える肝心の銅がなければ敵にあっても逃げるしかない。ではけじめつけに行きますか。まったくあの野郎。ルビー、ちょっとここを開けるがいいか。あ、いいぞ。じゃあ私案内しますから、パンツ見せてもらってもよろしいですか。おお、いいぞ。あ、そうだ、この木にカメラを。ちょっと待て。ゾロ、あんたも行きなさい。ああ、ゾロがいればサンジ君は常に喧嘩モード。てめえがアホなせいで、なんで俺までおなら侍を探しに行かねかならねえんだ。出るかバー、こっちこそ願い下げで。よりによってこの幸せを分かち合えねえバカが一緒さ。